えー、どうもこんにちは。ワ田監督です。えー、初 YouTuber としての投稿になります。よろしくお願いします。えーとですね、僕は、えー、今ね、配信者っていうものをやってるんですけれども、配信を始めて6年目えっ、ー、とね、多分なんだけど、えー、2013年の、えーっと、7月の11日に、えー、ニコニコ生放送っていうところでずーっと活動をやっていて、 で、今現在はね、ふわっちという配信サイトで、えー、一日ね、本当に毎日毎日、何時間も配信をやってます。で、なんでね、俺がね、YouTube をやっていこうと思ったのかっていうのが、やっぱりその、今ね、ふわっちっていう配信サイトでは、1億円、年収1億円稼ぐ人とか、月100万円稼ぐ人とかがゴロゴロいるんだけれども、やっぱりフォロワーさんの数がね、 トップの配信者とかでも、やっぱり1万人ぐらいのフォロワーさんとかいなかったりとかして、今後ね、この活動をね、あの配信者とか YouTuber とか、なんかこう、そういうインターネットでの活動をやっていくっていうことを考えたら、やっぱりその YouTube の方が見てくれる人が多いのかなっていう風に感じたので、ちょっと YouTube の活動も、えー、自分なりにちゃんとやってみようかなと思って、 えー、今日から投稿を始めます。で、今回のテーマなんだけど、えー、今後の配信まあ YouTube は、えー、こうやって毎日投稿するとしてもいいとして、どういう風にねあ、配信の方をやっていくかっていうことを今日はお伝えしたいと思います。えー、今後の配信僕はね、5年間どれくらい配信をやってきたかっていうと、毎日毎日、本当に1日8時間くらい雑談をやってたんですよ。で、それだと、 やっぱりその、だら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 中下りをしてしまうし、やっぱりその、良くないなと思っていて、まあ一日、えー、二時間、一枠二時間で配信を切るっていうことを先ほど、まあ、ふわっちっていう生放送で、リスナーさんに伝えて、で、これから一日二時間で一本放送やる。で、マックス二本、要は4時間しか放送をやりませんっていうことを、えー、リスナーさんに発表しました。 それはね、今日、ここ半年間ぐらいずっと悩んでたんだけれども、やっぱりだらだら配信やるのってプロ意識低いなと思ってで。なんで今まで誰々8時間も配信やってしまっていたのかっていうのは、やっぱりその、僕ら、その、ふわっちの配信者っていうのは、リスナーさんからアイテムをもらって、そのアイテムがお金に換えられる、給料にできるっていうことでやってるんだけど、その、花火を、花火っていうアイテムがあるんだけど、 花火を一発投げてくれると、俺らに500円入るんですよ。で、花火を投げてしまう人にどうしても依存をしてしまっていた部分っていうのがあったんですよ。で、長い時間やればやるほど、その花火を投げてくれる人が来る確率が上がるわけじゃないですか。でもこういうのってやっぱ良くないなっていう風に感じていたので、もう、あ2時間きっちりちゃんと喋ってリスナーさんに伝えて、お互いに楽しんで、で、面白かったらアイテムもらうっていう。 で、ここね、先月ぐらいからね、やっぱね、俺の日給がもう2000円とか3000円とかしか稼げなくて、で、このままだとね、正直食っていけなくて、生活ができなくなっちゃうなっていうのは怖いんだけど、でもやっぱりそのピンチはチャンスっていうかね、新しいことを始めて、新しい人と出会って、で、やっぱりその YouTube の場合だと、その広告っていうのが入るから、 まあ、俗に言われてるのが0.1円入るって言われてるんだけど、これも YouTube はね、あの、YouTube ライブっていう生放送はやってるんだけど、こういう動画投稿っていう形式ではやるのは初めてです。で、今後はね、生放送の方は1日2時間で、やったとしても2本、4時間まで。まあ、2時間か4時間トークする。で、まあ、ここでもちろん収入もいただきたいなと思ってるんだけど、今後は、 あの、YouTube の動画も毎日上げていこうと思ってますので、えー、皆さんよろしくお願いします。えー、ご意見がある方は、えー、コメント欄にご意見を書いてください。えー、どんなことでもいいんでね、三体とか賛成とか、こうやれとか、ああやれとか、リスナーさんもね、あの、いろいろ思ってる部分があると思うんで、えー、このこ動画のコメント欄にいろいろ書いてみてください。和道でした